人間臭すぎるってセルティ。時すでにロシア寿司です。あ、やべえ。あ、終わったわ。RIP。 あー、もう愛を感じて、あ、愛、愛、愛。うわ、読み取った。イザヤとシズオリだけは喧嘩売っちゃダメ。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはデュラララショー第4話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたデュラララの2期ですね。クラシックリアクションシリーズ俺が見たい部門ということでやっているわけなんですけれども、さあさあさあ2期に入り、いろんなキャラが出てきて悪が強えなって思っていたら、さらにはもう怪物まで現れてしまって、僕はもうどうしたらいいんだ。でも池袋はそんな癖の強い人たちを受け入れます。受け口が広いんです。怪物でも平気でいれる。そう、静雄だって平気で生きていられる。まあ静雄は平穏なのかどうなのかというところではあるわけなんですけれども、大丈夫大丈夫ね。静雄ですら、イザヤですら受け口になっているセルティですら平和に暮らせているこの池袋、うん、平和かどうかはまあ改めて見てもわからないんですけれども、大丈夫、ひじりべるりさんも一緒に入れる。はい、というわけでなんか今回どうなっちゃうんだろうね。着地が見えねえ。はい、というわけでやっていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。いてさあ行きましょう、デュラララ。なし。ミカド。アンリちゃん。基本的にやっぱりこの二人メイン。で、青葉くんと、なんかいるときになんか絡まれてたよな、黄金族に。さあ、ファイアーシスターズ。さあ、やばすぎる。さあ、マサオミたちもどう絡んでくるかだね、サキちゃんたち。さあ、ドタチン。トグサさん。トグサさんの推しが大変なことになっている。トグサさん。ユマサキさん。さあ、みゆきになっている。3期おめでとう。OK? さあさあ、懸賞金、これどうするかだな。さあ、捕獲。さあ、しぞ。スケールがやっぱり違いすぎるな、ここ。スケールがおかしい。さあ、バローナ気になるよ。さあ、千景さん。かすかくん。ルリさん。なんやかや、この二人はいい感じだね。アワックス・アカネか。クリスじゃねえわ。あ、なるほど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 。アワックス界だ。そうか、だから本格的にやっぱりアワックス界が絡んでくるんだね。コメントでもあったけど。さあ、これ。びっくりしてる。っていうか。やだ、どうしよう。すごい。スケール感があのね、あの、永遠を生きるもの。でも確かに月5万で200ヶ月待てば1000万だもんな。わおわおわお。あの、暴走族を捕らえた方がいいと思います。これ大丈夫ですか？集団総会、これ、鎮相、あれ、警察24時の方がふさわしい。違法行為を報じている。さあ、ルリさん。さあ、ルリさん運んでるわけじゃないんだ。さあ、あ、ガションガションガションって降りてきてるのがあれか。踊るときは踊れ。ちょ、情報が多い。ああ、なるほど。セルティの情報？わわわわわ。あ、ドタチン。これ、芝子。さ、正義の味方すぎるって、ドタチン。ドタチン。正義の男すぎる。ワゴン組がもうなんか正義の象徴になりつつある。割とやばい人たちなのに。さあ、みゆき。いいのかい？このみゆき追いかけていいのかい？さあ、あ、てか、お兄様じゃん、よく考えたら。お兄様が、みゆきのワゴンに触るな。さあ、案内するってやつ？あ、織原シスターズ。
なんで本当にひどい。ひどい状況。そうね。マジかよ。脳に電極ぶっ刺されちゃう？さあ、セルティ。これ何？預かるのか？運ぶんで、え、てか。わお。てか、誰だ？あ、でも受けてしまった。落としたから。もうシンナに何かを買ってあげたいという気持ちが。に、人間臭すぎるってセルティ。さあ、わお、すっごい、あ、重力というものが存在しないのか。こっちも、こっちも追われてる。厄介すぎるな。お？うん。あ、徳田さん。まあ、セルティに、まあ機能してないもんな。メディアが煽ってるし。行動ができない。なんか、あるんだろうけど。そうね。シンナのこと好きすぎる。あ、ロシア寿司？あ、違うわ。シンナのとこ？あ、ツンデレについて。うん。過去か。あら。あら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 。のろけたら、来てしまった。あはははは。ほんとは。うん。まあでも、シンナといい感じになってからだよね。おう。なんだろう。シンナの家？いいね。黒バイじゃなくなった。さあ、前に入ってくる。暴走族って割と命知らずだよね。死んでもおかしくないのに。さあ。多いな。あの、メディアは煽らないでください。あの、池袋の実態みたいな、あの、池袋の視聴的な人たちが、池袋の長が。池袋って市？区？池袋区ってでもなかなか聞かない。さあ、かまで。お？わわわわ、絡め取った。うん。ああ。うん。お、向かうの？
さすが、かっこよすぎるだろ、トタチン。お、味方はどこ行くんだ。さて、折原シスターズ。そうか、青葉くんと折原シスターズは面識があるけど、アンリちゃんは。だ、行け、ワゴンだ。何動いてるけど、誰。あーあーあーああ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 あ名前忘れちゃった。あ、あれか。ルリちゃんにぶっ飛ばされた人か。まあ、ルリちゃんにというより、どっちかというと、あの、静雄に。ああ、来た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 。ルリちゃん。首ないけど。同じく首ないって。あら。やばいやばい。あの、人外魔境。あの、人外魔境です。あの、人外魔境。テンション上がってるよ。お！あれだ。サイカ。妖刀だ。うん。あ、そうね。うん、いる。うん、いる。あ、そうね。それもそう。あ、二人とももう、あ、遅い。あ、遅い。あの、実感あり、実体験あり。あの、時すでにお寿司です。時すでにロシア寿司です。あ、でももう子供なんだ。総長。あ、やばい。トムさん。トラマグ。あ、やべえ。あ、終わったわ。RIP。あれ、ああ、おっと、もらった。カスカ君ノック！まあ、余裕ですね。この、あの、もうバイクぐらい余裕なんで、あの、サイジモンもびっくりだよ。竜が如くの。RIP、もう十字切るしかないよね。あ、もう災害だよ、彼は。通り災害すぎるって。通りかだよ。さあ、あ、そうなの？ああ、そういう風になったの。そうやって落ち着けたんだ。ああ、でも。でももう完全にそういうことになっちゃうよね。同じ事務所に入るってなると。ヨドギリ。まあ、いろいろと圧力をかけたっぽいな。こうなるように。やっぱり、うん、ちょっと後ろが気になる。うん、おー、え、それによって、でも先祖だよね。わお、人間になりたい。うん。はあ。まあ。
うん。あら。なんか不思議な人だな。でもいい関係性だね。うん。あ、すごいね。エゴールだ。うん。おお。ああ、そうかそうか。うん。ああ。うん。なるほど。20万。うん。ああ。80万。うまくまとまったね。ああ。もう一人。え？え？とんでもないもん。ちょっと爆弾の抱え方。あら。うん。料理教室始まってるけど。サゴハチどこ？ぬか漬けみたいな。あ、できなかったんだ。まあ、狩沢さんは多分、あ、和食が、ハリマさん？まあ、I love 政治。すごいね。わお。なんやかや仲良くなってる。ああ、そうやって。あー、すぐ食べたいっていうか、すぐ食べさせたい。あら、あら、鍋。うん、あー、ドタチンたちが来るだろう。政治がなんかおかしくないか。政治が置物のよ。あー、エミリアさん、すごいいいね。ま、ハリマさん、スペック高そうだからな。こう見ると。平気でピッキングするし。ああ、将来のことだったりっていうのも。わ、イチャイチャしよって、わよ、わあ、もう愛を感じて、あ、愛愛愛、狂い？ん？ああ！狂う！あら。それはあれか、エゴールさんか。ちょっと！
あら、あー、なんかチェーン店のやつ、この時期流行ってた。あら、なんかでも、どういう怒りなんだろう。言い方見てるね。ああ、運び屋についてつなげたのは伊勢屋じゃないのか。波江さんか。お、やばい、動きに来る。まあ、それはそう。自動で。あの時か。あ、声が。はっきりと。ヨドギリ。さあ、いるな。オープニングにいた。そこが火種っぽいな。ヨドギリ。お、なにこのメンツ。笑った？非日常。うわ、読み取った。気づいてる。たどり着いてるな。すごいな。わお。え、マジ？いざに喧嘩売るの？泉？わあ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 、泉、オッケーオッケー。青葉くん、ちょっと気になるな。なるほど。え、でも以前に喧嘩売る気なんだ。でもそこもまたかっさらってやるよっていう感じ。まあ以前に、でもなんかここに来る人はちょくちょく喧嘩売る相手を間違えてるな。あの、静雄と伊勢屋にだけは喧嘩売っちゃいけないんだって。本当に、正臣の言ってることは本当に正しい。あの、心底正しい。あの、伊勢屋と静雄にだけは喧嘩売っちゃダメ。関わっちゃダメ。まあ、静雄は関わっていいと思う。けど、あの、伊勢屋に関しては関わっちゃいけないから。火種のあれにされちゃうから。薪にされちゃうからさ。いいね。でもカスカくんとさ、ルリちゃんめっちゃいいね。相変わらずカスカくんは後ろのパネルでは全然仕事を選んでないんだけど、さあ、まあロシアも絡んできてる。まあロシアは間違いなく絡んでくると思うんだけどね。エゴール、いや、めっちゃおもろい。マジでおもろい。いや、どんどんぐちゃぐちゃになっていくし、密度がすごいね、やっぱり。キャラが増えた分。一寸先は闇。
さ、ナミエさん。いや、こんな政治周りがセーフティーゾーンになるとは思わなかった、正直。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、今すぐやめておきなさい、今すぐ手を引きなさい。あのお父さん言うよ、あの池袋に行ったらバーテンのあの平和島静雄とあのよくわかんない情報屋、新宿ね、新宿の情報屋のあの折原以前には関わっちゃダメ、絶対ダメ、本当にダメ、死んじゃうから、あの死んじゃうから、あそこの人たちで無事にいてる人が何名かいることが不思議なぐらいだから。うん、まあ静雄はね、静雄はまだなんか友達になる余地のあるいい人だよ、いい人。感情が豊かすぎるだけ。うん。かすかくん的に見ても、まあ、感情が豊かすぎるっていうところはあるんだろうけど、感情の薄いかすかくん視点だと、あの、静雄は、あの、感情が豊かすぎるっていうところでもあるんだけど、一般人視点で見ても、あの、感情豊かすぎるから、彼。まあ、大丈夫だけど、いざやはダメ。絶対ダメ。絶対手出しちゃいけない。うん。絶対手出しちゃいけない。でも、仕組んでたのって、青葉くんなの？あれ。青葉くんから始まってたってこと？うん。黄金族とダラーズの争いっていうところで、何なの？どういうこと？うん。ね、泉もめちゃめちゃ引っかかってんだけど、なんか出て、なんか、この作品かな？あれ別の作品か？あれ？なんか、聞き覚えのある単語なんですが。どうなんですか？うん。わかんない。兄貴がうんぬんって言ったけど、うん。どうなんだろう？でも、でも、でもあるとしたら青葉だからブルースクエア関連なのかなと思ったけど、どういうこと？でもいつで、だからやろうと思ったのが黄金族とダラーズを争わせようみたいな、そういう構想を起こしちゃおうよみたいなことを思っていたけど、その火種を作ったのにやっぱりイザヤが持ってったってことは、まあだからブルースクエア関連の人間ってことなの？だから黄金族に忍ばせたのが、その案を出したのが青葉くんってこと？うん、だからその流れをうまく利用してミカドたちをうまく使ったことによって持ってかれたっていうのがイザヤ、持ってったのがイザヤってこと？うん。でもそれ以外ないよね。だから考えられるとしたらそれしかないんだよね。てか青葉くんが絡んでくるなら名前も青葉だしっていうところ。だからブルースクエア関連のなんかなのかなと思ったけど、うん、まあまあまあいいや、まあもうちょっとわかんねえからいいや。わかんねえからいいや。そういうのは無視しておいて。でも、まあエゴールとかも含めて、なんやかんややっぱりみんな幸せに生きてるね。よかった、本当に。なんか、セルティがどんどん人間らしくなってるんだけど。セルティの人間らしさが好きすぎる。マジで面白いよな。っていうか、なんかさ、今までのモノローグはさ、なんか淡々としてたけど、どん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 さ、多分、沢城さんの演技もそうなんだろうけど、なんかそういう、何、ディレクションもそうなんだろうけどね。うん。多分、どん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 、やっぱり感情がこもってるよね、声に。なんか淡々と今までしているな、みたいな、こうでこうで、ああじゃないか、こうじゃないか、私は、みたいな。なんかね、ネガティブな感情はすごい強く出るタイプの、なんか、モノローグが多かったのに、なんか、どんどんプラスの感情もモノローグに現れてきてるよね。ああ、シンラと一緒にいて、すごい幸せだったな、楽しかったな、すごい面白かったな、みたいな。なんか、すごいなんかわからない、顔は見えないけど、にっこり笑顔してるんだろうな、みたいなところが出てきたりだとか、なんかすごい感じで、なんかセルティの幸せを噛み締めてる感じでとてもいいし、なんかいいよな、カスカ君もめちゃめちゃイケメンだし、いいよな、なんかさ、僕がルリさんだったら惚れてるよね、100%。うん。でもまあ、ルリさんも惚れてると思う。うん。間違いなく惚れてるよ。うん。あんな言い方ちょっとずるいよね、カスカ君。自分の感情に気づいていない。ならもう私が教えてあげるわ。それは恋よ。私に対してのね。そういう風に言ってあげたくなっちゃう。ずるい、ルリさん。ずるい、ルリさん。カスカ君にそんな風に言ってもらえるなんてずるい。世の中の夢女子大激怒みたいなところではあるんですけれども、うん。でもいいよな、なんかでもやっぱりこう見ると不思議な兄弟だよね。静雄とカスカ君って。静雄は静雄でな、なんか、うん、弟の服ね、破られてブチ切れてたし、うん、トムさんにも近づいちゃいけないね。あの、冷静に考えたら。トムさんのいるところに静雄がいるから、あの、気をつけよ。うん。で、トムさんはトムさんで借金取りやってんだよね。だから結構やばいというか、結構あんまりよろしくないというか、あの、あんまり近づい、一般市民が近づいてはいけない、あの、職種の方なんだよね、多分ね。
そう考えたらよろしくないというところでもあるし、なんかカスカ君はカスカ君でね、なんかお、なんかどっちもさ、なんか穏やかな名前なのにさ、なんかカスカ君はなんかそのカスカって以上に穏やかだし、シズオはなんかシズオっていう名前以上にあのやかましいというか、まあ静かを望んではいるんだけど、あの感情がすごいことになってるしっていうところで、あめちゃめちゃ面白かった。みんなで鍋を包んで、あーエゴールもでも勝手になんかサイカが動き出したりとか、また火種はできそうなところがあるな。またイザヤが動き出すってことで、まあ多分全体的にはイザヤ VS アオーバーになっていくんだろうけど、この勝負も含めてどうなっていくのかいろいろ気になるところであります。もうダラーズのオザだって気づいてるからね。アオーバくんも多分バカにはできないタイプのね頭脳を持ってるから、どういう風になっていくのか、まあ格付け的には圧倒的にイザヤが上なんだろうけどね。いろいろと気になっているところでありますので、次回も楽しんでやっていこうと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上ディラララショー第4話でした。バイバイ。